内田雄馬ハートヒートホップ。皆さんこんばんは、内田雄馬です。内田雄馬ハートヒートホップ57回目でございます。というわけで、今頃皆様もうゴールデンウィークを楽しんでいる真っ最中なのではないでございましょうか。なんと今年長い人は10日間休んでいらっしゃるそうで、いいですね。10日間あったら何ができるかね。僕だったらまあ日本一周をマイカーでするってやりたいですけど、いやだってもういけんじゃない？3日、だからね、本州を回るとかだったら3日ぐらいだったらいけると思うんです。滞在しない、もうほぼ滞在ゼロで回るだけなら車中泊いけると思うから、全部回って回るぐらいで、フェリーとか使って車を乗せるとか持っても10日あったら結構いけると思うんだよな。いいね、10日間の休みって。でもそもそもやっぱりそんな長い休みなかなかないからさ、2連休とかなんかもうあの幻のポケモンぐらいのこう確率な職業からね、ありがたいことなんですけど。なんでね、じゃあちょっとまあ皆さん、ちょっと長いね、あのお休みの間にいろいろなことね試してみてください。5月はねファンクラブイベントもあったりしますから、楽しいこといっぱいです。今月もいっぱい楽しんでまいりましょう。ということで、今夜も30分ハロイドホップ、内田雄馬ハートヒートホップ。この番組はキングレコードの提供でお送りします。内田雄馬ハートヒートホップ。改めまして、内田雄馬です。ここからはお知らせなんでございますけども、ファンクラブイベントのチケット二次受付というのが行われております、5月29日日曜日に中野サンプラザにて開催いたしますファンクラブイベント、 B-side U ファーストファンクラブイベント Nice to meet you ですが、機材席開放に伴い若干数ではございますが、ファンクラブの皆様を対象としたチケット二次予約の受付が始まっております。受付期間は5月6日金曜日23時59分まで、5月6日金曜日の23時59分までとなっておりますので、お忘れなくお願いいたします。詳しくはファンクラブのホームページをご確認ください。ということで、ぜひとも皆さんチェックの方をよろしくお願いいたします。っていうか、もうそっか、5月入ったんだな。もう月末か。1週間前はダイスがあるし、結構5月盛りだくさんだね。なんかね、やばい、もうほんと最近さ、何、甘味欲がすごくて、甘味欲、もういちご大福とかチーズケーキとかめちゃ食べてんよな。食べてるの？食べてる。始まるな、俺の夏がどうややばいぞ。いや、もうやっぱ食欲のね、夏なんでね、やっぱ暖かくなってくると食べたくなってくるもんですけども、まあ皆さんちょっと楽しみいっぱいあるんで、そこに向かって頑張っていこうという気持ちでございます。さあ、というわけで、ここからリスナー皆さんのお便り、ご紹介してまいりましょう。神奈川県にお住まいのアカネンダインズさんからいただいてます。ありがとうございます。ゆうむくん、スタッフ皆さん、こんばんは。 B-side you first fan club event nice to meet you。 グッズの先行発売が開始されましたね。私も早速購入させていただきました。ステッカーやブロマイドはいろんな表情のゆうまくんが見られて良いですね。缶バッジ&チャームセットでは車を運転する頑張る馬の書き下ろしイラストが使用されていますが、車を突き抜ける顔面とすごい長い美脚がシュールすぎて爆笑しました。チャームは車の鍵につけようと思います。中でも早く手元に届いてほしいと思っているのはスウェットのセットアップです。ビッグサイズでゆったり着られてシンプルでありながらも、ワンポイントはプリントじゃなく刺繍だったり、袖にネームタグが入っていたりとこだわりを感じます。
ゆうまくんが実際に着用されているお写真がツイッターにアップされていましたが、ゆうまくんの着用サイズは SML のどちらでしょうか、教えていただけますと幸いです。これからも応援していますといただいております。ありがとうございます。はい、グッズの先行発売開始されて、いろいろお手に取っていただいているようですけども、このガンバルーマの書き下ろしイラストは僕書いた記憶あるんですけど、車を突き抜ける顔面とすごい長い美脚、車を突き抜ける顔面車を突き抜ける顔面なんか描いたかな俺。それにちょっと、どう見えてんだろう、ちょっと待って、どんな絵か出る、どれのこと言ってるんですかね。ちょっと僕はそのガンバルーマがすごい気持ちよく車を運転する姿しか僕は描いていないはずなんですけど、まあ、ちょっと皆さんの公式ホームページの方を見ていただけるとね、いると思いますから確認してください。まあ、長い美脚はね、そりゃあガンバルーマですからスタイルはいいでしょう。そしてスウェットのセットアップ、これ僕着させていただいてですね、ツイッターの方で試着、写真を出させていただいたんですけど、結構ね思ってたよりもこう生地厚のスウェットで作ることができて、あ、しっかり着れていいなってすごく思いました。でスウェットなんでやっぱ着心地もいいし、結構まあ、ルームウェアとして、制作はしてるんですけど、まあ軽く外歩くっていうのも可能だなと思うぐらいの、それぐらいの生地感だったなというふうに思います。まあちょっと実物をね早く手に取っていただいて確認してもらうのがいいんですけど、まあ、割とゆったりしながら着るのが僕は好きかななんてそんなふうに思います。この刺繍ね、プリントもね刺繍にしてもらったり、そこの辺はね好みで結構やってもらってます。この袖のネームタグとか気づいてくれるとねすごい嬉しいですね。で僕があれ着てたのはあれ ML か、あれ L ですね、あれは L サイズです。でその男女でサイズの分かれはないので、僕の着てたあの感じが L、いやだいたい僕163センチなんで、163センチの中大肉小背の中大肉小背の男で L サイズあの感じって感じなんで、ぜひですね皆さん参考にしていただきたいんですけど、あ、なんかスタッフ中入ってきた、どれ、顔面を突き、車を突き抜ける顔面、あ、上が、あ、なるほど、そうかそうか、あ、これあれね違う、これね違うんですよ、これオープンカーじゃなくて、本当はこれ車の中だから天井描いてたんですよ、天井描いてて、でこの窓から頭が出てるだけで、窓から頭出てるだけで車の中ではあるんですよ、窓なのこのヘリオン、だからこの上と下でさ、背景の上と下でさ色違うじゃん、これは水色なの、下は車の壁面なの、だからドアなので上の、あ、薄い青色は空なの、だからほぼ車に埋まってる、ほぼ車に埋まってるここしか窓がない、まあ、でもそういうことになりますよねそういうことになりますね、そういうことで耳だけ、耳だけ出てるいやそう、確かに言われてみるとそうだな、車高が低かったしかも座席の座席の高さがね、ぜひ皆さんねグッズの方チェックよろしくお願いします。続きまして半透明さんからいただいてます、ありがとうございます。ゆうまくんスタッフの皆さんこんばんは、いつも楽しく会長しております。以前ゆうまくんがぜひ行ってみてほしいとおっしゃっていた Your Words の撮影地チームラボボーダレスさんに先日友人と遊びに行ってきました。人生初のチームラボだったので心を弾ませながら、いざ中に入ると一面が途切れることなく美しい幻想的な空間で、全体が異次元のような世界観に包み込まれていました。時間によって景色も移り変わるため、目に入るもの全てに発見があり、言葉に表せないほど魅力的で圧巻でした。残念ながら今年の8月には閉館してしまうチームラボボーダレスさんですが、一度行ったら忘れられないあの空間は一生の思い出です。まだ行ったことのない友人を誘ってまた遊びに行こうかなと思いますといただいております。ありがとうございます。チームラボボーダレスさん良かったでしょう、もうすごい綺麗だったでしょう。いや本当そうなんですよね、なんか光とか映像ってこんなことできるんだなって思うような、そういう空間だったと思うんですけどね。で壁一面中か、もうその僕が
Your Words を撮ったところは、まあ、2パターンだったかな、広いところに画面がこうあって光が流れてるっていうのと、あとこうシャラシャラなんかこうシャラシャラなんかね、上から吊り下げられてるシャラシャラがあって、でそれにこう光が入るんだけど、全面鏡張りみたいななってて、その鏡の反射をが空間をものすごい広く演出して綺麗に見えるっていう、その2つの場所で撮ったんですけど、他にも通路とかに光の壁っていうか、その映像の壁があって、そこがねもうまたねめっちゃ綺麗なんですよね。なんかこういろんな花が出てきたりとか、なんかその世界にね包まれてる感じがするっていうか、そういうねどこを撮ってもチームラボーダレスさんマジ綺麗なので、ぜひね行ったことない方は改めて行ってほしいですけども、本当に幻想的ですよね。すごいわかります。マジでなんかやりたいな、なんかああいうのをライブとかでああいう技術を使った演出とかしたい。例えばなんだろう、ガンバルーマが横から走ってきてタッチすると分裂するみたいな。パンパンでどんどんパン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 って増殖していく。曲に合わせて増殖していくみたいな、やってほしいですね。さあというわけで続いてはこちら。キサトさんからいただいております。ゆうむくん、スタッフ皆さんこんにちは。いつも楽しく拝聴しております。デリシャスパーティープリキュアの第6話がついに放送されましたね。待ちに待った放送だったので、テレビの前でワクワクしながらリアタイしました。これから毎週また見れるのが楽しいです。またプリキュアのボーカルアルバム発売が決定しましたね。キャラソンも収録されるそうですが、ゆうまくん演じる品田匠くんも歌うと知り、 CD を買うことを決意しました。どんな曲になるのかとても楽しみなので、発売日の7月20日が待ち遠しいです。お体には気をつけてお仕事頑張ってください。応援しておりますといただいてます。ありがとうございます。はい、そうなんです。デパプリが、ついに6話放送されたということで、皆様お待たせいたしました。これからまた毎週楽しみにしていただきたいなというところなんでございますけども、ボーカルアルバムがね出るそうですね。なんか僕もその話は聞いたんですけど、歌うどう歌おうみたいなね感じありますよね。なんかプリキュアって今までも歌ってんのかな、男性は歌ってんのかな、歌ってないよね、あんまり聞いたことないような気がするけど、そうか、珍しいんだろうなと思いながら、そうキャラソンですから、まあ、しかももともとね歌う子じゃないんで、なんかどんな歌が来るやらっていうのもあるし、すごい楽しみだなっていうところではあるんですけど、ぜひこれね匠のねまた新しい一面みたいな感じか、もしくはやっぱりそうだよねっていう感じかっていうのをぜひ楽しみにしていただければななんて思います。いやー楽しみだな。続いてはこちら、みこさんからいただいております。ゆうむくん、スタッフ皆さんこんばんは。以前の放送でグッズ案を募集されていたのでメールを送らせていただきました。私が今一番欲しいのはお箸とスプーンのセットです。お昼ご飯をコンビニで買うことが多いのですが、もらいそびれてしまったり有料化が進んだりと、使い捨てを使うより自分で持参した方がいいのではと思い始めました。ただ家にあるのは学生時代に使っていたお箸のみ。しかもお弁当と一体型になっているので、お箸とスプーンのセットが単独であったら便利だなと思っています。いかがでしょうか。お弁当と一体型になっているお箸、ああ蓋についてるとかっていうことか。なんか俺ちょっとなんか、いやいや、蓋で食べんのかなとか、蓋が変形、そうそう変形して、なんかかっこいい、なんかそうトランスフォーマーみたいな構造なのかなって、いや今までどういうことなんだろうってちょっと想像してしまいましたけど、なるほどそういうことか。取り外しがそもそもバカーってついてる、お弁当についてるっていう、なるほどね。確かにお箸とスプーンのセットを作りたいですね。これ僕でもお箸とスプーンは、まあ僕やっぱり是が非でも食洗機使いたい派なので、やっぱステンレスが好きなんですよね。でも持ち歩く、例えばお弁当のお箸とかってプラスチックが多いのかなって思うんですけど、どうなんでしょう。プラスチックってなんかプラスチックもいいんですけど、僕ステンレスの方がなんかかっこよくて好きなんですよね。ステンレスのカトラリーセットどうです？すごい首かしげてるけど可能ならねやりたいけど、ちょっとなんかねそういうのできたらいいなとか思いますけど、ステンレスにガンバルーマの焼き印みたいなの入れて
で、あのガリ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 って持ってのところに、あのユーマズキッチンと馬がこう馬横面、馬の横面横面言い方悪い横面、横面でねやるとか、そういうのいいななんて思いますけど、前橋とかしまう、あー書道道具たまに夢じゃん、マイやれよね、マイペン筆とかをね持ち歩く人ね、あ確かにね、箸袋みたいなこと、うわーいいね、確かにそういうのあったらいいな、前箸はみんなもう箸はねお気に入りを持ってたりするから、それを入れる袋とかは確かにめっちゃいいかもしれない。それこそお弁当箱を入れ、お弁当箱入れ、お弁当箱入れ、お弁当箱を作った方が早い、お弁当、あでも確かに今お弁当を作りたいからな、なんか好みのお弁当箱、ちょっとやっぱりステンレスかな、やっぱり何段、何段だんだだんだん、いや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 、それはワクワクする言葉ですよ。昔さ、うちのお母ちゃんがさ、中学の時ねお弁当作ってくれたんだけど、お母ちゃんって俺の好きなものをすごい いっぱいこうそれをねいっぱいね出してくれんのよ。で俺もその時コーンご飯めっちゃ好きで、でご飯にコーンご飯を入れてめっちゃ敷き詰めてくれて、うわめっちゃ嬉しかったわけで、コーンご飯ともう一個おかず食べようとしたらもう一個もコーンご飯入ってて二段弁当コーンご飯だった、いやいやおかずねえやんみたいな、いや間違えてない、もう確実に好きだよねとか言って、コーンご飯一段目コーンご飯、二段目コーンご飯、いや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 、おかず、いやもうさすがコーンご飯やないかいってなったよね、それはね好きだけどっていう、まあ、ありがとうお母さんみたいな、そんなことありました。でも二段弁当ワクワクするんでね、二段弁当で作りたい、これはぜひ競技ですいいものが作れたらねやりたいですね。さあというわけで、皆さんからのたくさんのお便りありがとうございました。引き続きリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先はyuma@joqr.net です。それではここで一曲お聴きいただきましょう。内田ゆうまで Over。内田雄馬ハートヒット、これってイコールサイン？イコールサインは直訳するとイコールの記号のことです。そこでこのコーナーではリスナーの皆さんからこれとこれってイコールですよねと思うものを送ってもらい、私内田雄馬がそれが等しいものなのか判定していきます。というわけでプラマイゼロのコーナーです。まずはラジオネーム万身みーちゃんさんからいただきました。ゆうまくん、スタッフの皆さんこんばんは。
ゆうまくんがアニメチーカーでラッコ役を演じられるので、いろいろグッズを購入し会社のデスクに飾ってあったところ、こんな風に言われました。これ先輩に似てますね。え、可愛いとこ。いや、眉間のシワっす。ねえゆうまくん、これってイコールサイン？違うよね、イコール。やっぱりほら、こう歴史があるじゃん。それだけたくさんの経験を積んできたってことだよ。だって、安心だから。でも笑顔はもっと素敵だよ。さあというわけで、続いては、冬さんからいただいております。先日私の姉さんが You are special を完璧に歌いこなしている夢を見ました。内田さんの曲を知らないはずの姉さんが完璧に歌い上げている、一体なぜ？怖いと旋律を覚えましたが、正夢だったら私の姉さんも私と同じく内田夢になったと考えることにしました。これってイコールですか？ちなみにその日睡眠中にループでかけていた曲は You are special ではなくエラーでした。エラーです。それはイコールではありません。エラーです。それはエラーです。あー、夢で歌っちゃったからね。やっぱそこ頭がこうピピピピピピってエラーになってますね。ぜひこのパターンがあります。続いてはこちら、ジュリアさんからいただいております。ゆうまくんこんばんは。これならえぬきじゅんやくんも納得してくれそうという出来事があったので聞いてください。ある月曜日のこと、私は目覚ましに毎日ランダムで曲が流れる設定にしているのですが、その日はゆうまくんのイコールで、朝からハッピーだな、今週も頑張れそうだなと思っていました。通勤電車に揺られながらツイッターを見ていたら、友人のツイートで月曜の朝元気になる曲からスタートしようと彼女もイコールを聞いていることが判明。これって私と友人のスマホがイコールでイコールになったってことですよね。ゆうまくん判定お願いします。イコール I love you, I my, you are I my, me my。 いや、あなたも私も内田ゆうま。あー素晴らしい、これは気持ちのいいイコールです。さあ、で続いてはこちら、京子さんからいただきました。ゆうまくんスタッフの皆さんこんばんは。金福寺の B 賞のタペストリーが届き、早速ゆうまくんのタペストリーを飾っていたのですが、私には4歳の息子がおり、私がタペストリーに浮かれていて、ゆうまくんに焼きムチを焼いてしまい、なんとタペストリーにボールペンで端っこの方に落書きをされてしまいました。息子を叱ってしまったのですが、子供相手に改めて自分が行動が軽率だと気づき反省しました。落書きも無事電解水で落ちたので解決し、息子もタペストリーのゆうまくんにごめんねと謝り、それからかゆうまくんに興味が出たようで、今ではグッドムードを一緒に歌うようになりました。長くなりましたが、これってイコールですよね。イコール I am you are I my me my 平和。やっぱね、家族平和をね、仲良くつながる内田ゆうま、最高。いやー素晴らしいですね。さあというわけで、こんな感じで皆さんがイコールだと思うものを送ってきてくださいませ。以上、これってイコールサインのコーナーでした。内田ゆうまハートヒートハップ。してきました内田ゆうまハートヒートホップ。今夜もそろそろ日を消すお時間になってしまいました。番組ではリスナーのあなたからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送内田ゆうまハートヒートホップまで。メールの場合はすべて小文字で yuma@joqr.net、 yuma@joqr.net、 ユーマの綴りは YUMA です。そしてこの番組は文化放送地上波で毎週土曜日24時30分から音声でお届けし、超 A&G プラスでは毎週日曜日23時から動画で一部コーナーを変えてお届けしているので、どちらもお楽しみください。また放送後の月曜18時に内田ゆうまオフィシャル YouTube に番組の音声アーカイブをアップしますので、ぜひチェックしてください。さらにこの番組公式 Twitter もございます。放送終了後に僕の写真がアップされますので、ぜひフォローしてください。最後に内田ゆうまからのお知らせです。内田ゆうま9シングルグッドムードとゆうま内田ライブ2021イコールサインブルーレイ &DVD が現在発売中です。そして4月から出演している作品情報です。理系が恋に落ちたので証明してみた雪村深夜役、
ヒロインたるもの嫌われヒロインと内緒のお仕事リオ役、ちいかわラッコ役、ボルト・ナルト・ネクスト・ジェネレーションズ・カワキ役、デリシャス・パーティー・プリキュア・品田匠役などで出演しております。ぜひとも皆様、アニメ公式ホームページ等々と、チェックよろしくお願いいたします。というわけで本日の放送いかがでしたでしょうか。5月入ってゴールデンウィークか。ゴールデンウィーク、まあゴールデンウィークはでもやっぱ人出が増えると思うんで、僕は逆に家にいるを楽しもうって思ってるじゃん。だからでもマジで今本当に大福作りたい大福作りたい、和菓子気分なんですよね。最近そば欲も復活してきてですね。おはぎ、おはぎってさ何、米ともち米なの？あ、そうなんだ。おはぎ、いやおはぎはちょっとの日暮らしのせいでちょっとあの靴入ってない針入ってないなんかうわーってね、ガシャンってガシャンって近所の女の子がガシャンって来ないなんだよいやでもいいね、そういうの甘いのちょっと作りたいな、ぜひ皆さんねこのゴールデンウィークお楽しみください。さあそれでは今夜この辺でお別れです。ここまでのお相手は内田雄馬でした。次回もハートヒートホップ。内田雄馬ハートヒートホップ、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。